地方大谷翔平さん、トラウトと同じ道をたどってしまう。インスタのストーリーで次の遠征先を報告するようになった模様。トラウト化しとるやんけ。くさ。離れても心は一緒という意思表示やぞ。そこは真似せんでええ。これが500万人のフォロワーを要する男のストーリーか？こいつ急に投稿増えたな。投稿しだしたら面白いくらいにフォロワー増えたからやめられんくなったんちゃうか？そんな承認欲求とかあるタイプなんか。ちょっと最近人間のふりしすぎてたしな。アナハイムとかいう野球マシン製造工場。元気なさそうな街やな。エンゼルスに行くと野球ロボットに改造されるってマジ？トラウトもしっかりツイートしてるのくさ、こいつら一緒に脱獄しようとしてるんちゃうやろな。しかも全然綺麗な景色じゃなくて草。